どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックで登場したカード、まあいろいろあるんですけれども、今日はですね、ドラグニティクーゼというモンスター皆さんご存知でしょうか。本日はかなりの賢者構築ドラグニティをね使っていきたいと、思います。もうすぐ修正される僕のモンスターカードを、最後に使って、記念に使ってあげましょうと、まあ、そういった、デッキと、なっております。もう見てください、この頭悪そうでしょ、頭悪そうな構築してますよね。まあこれどういうな、デッキかっていうと、まあ、アスカロン出してぶん殴るっていうデッキなんですけども、これ僕のモンスターカードっていう、スキルあるんですが、これがどういう、まあ、スキルかっていうとですね、モンスター今のところはですよ、これまあ修正されるんですが、今のところは下級モンスターが3体、ランダムで、初手に確定するよっていうスキルなんですよ。だから結構このセナートも3積みしていくとセナートめっちゃ引けるっていう、でコストがいるんですよ、ドラグニティセナートって。ドラグニティカード捨てるとデッキからドラグニティチューナーを、特殊召喚で、ね、装備するよっていう効果なんですけども、セナートのコストを確保できるんですよ僕のモンスターカードって。だから結構強くて、でさらにモンスターをこのバランスにしておくと、デッキトップが魔法トラップである確率がすんごい高くなります。これなんでかっていう細かい説明はディスコードの方のスキルの情報のところを見ていただければなと思うんですけども、まあ、簡単に言うとデッキトップ3枚課金モンスターになって、残りの2、3枚ぐらいはなんか魔法トラップになるよっていうスキルなんですよ、今の現状の僕のモンスターカードって。だから調和の宝札でチューナー捨てて2ドローしたらハリケーン引けんじゃねっていう、ドラグニティデッキって何が一番強いかっていうと、局所的ハリケーンっていう方が一番強いんですよ。ドラグニティデッキで一番強いのは、まあ、高校取ってまずじゃんけん勝つじゃん、サイバー流じゃんけんでまず高校取るじゃん、赤出して高校取って、でハリケーンしたら勝ちなんですよ結構。だからハリケーン引きてえから、これ調和の宝札でチューナー捨てると、余計ないらねえもんの捨てて、でセナートで、まあ、クーゼかもしくはファランクスを装備するっていう。で事故が1パターンだけあって、セナートとクーゼと、ファランクス全部引いちゃうっていう、このパターンが一応事故です。これ以外はまあ結構アスカロン出るかな。セナート引いてて、まあ、どっちかしか来てなければ、まあ、もしくはどっちも来てなければ、アスカロン出るんで簡単でしょ。で肝心なそのクーゼの効果は何かっていうと、ドラグニティのシンクロ素材にしかできないんだよ。シンクロ召喚する場合こいつ中なんだよね、レベル2の。だけどレベル4としても扱えるっていう、2でも4でもいけるっていう、もうまさにドラグニティのためのチューナーなんですよね。これがすんごい強くて、で装備状態だったらファランクスみたいな感じで装備状態から解除して特殊召喚できるから、まあ、クーゼで、6シンクロも8シンクロもできるんで、いきなりバルーチャがいきます。でバルーチャが特殊召喚されて、でバルーチャが、特殊召喚に成功すると、シンクロ召喚に成功すると、墓地のチューナーを好きなだけ装備できるから、もう一回チューナー解除して10までつながられると。でまあ高校取りたいんだが、まあ、先行取っちゃったらマジで本当お祈りアスカロン、出して耐えんど、これしかないっす、やることはお祈りアスカロン出して耐えんど。アスカロンは破壊されると一応シンクロ召喚扱いでドラグニティシンクロモンスターを1体特殊召喚できるよっていう僕は持ってるので、まあ、一応これ腕組んでマジでドヤ顔で耐えんどするしかない。先行は実質プレミドラグニティデッキはね。ではっきり言ってそんな強くないです。はっきり言ってそんな強くないけど、アスカロンめっちゃ出るってだけ。あれだ、結局アスカロンが立たなかったから今までは、まあ、だからその立つ確率高くなったからいいねっていう感じ。しかも寿命なんかスキル修正されるまでだし。でもなんだかんだ言うて構築変えれば僕のモンスターカードドラグニティはワンチャンあると思うよ。セナートとコストが引ければ、まあ、アスカロンは出るんで、ワンチャンなしじゃないかなと思ってる。一応僕のモンスターカードドラグニティに関しては、結構賢者構築かなこれに関してはね。というわけで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、早速グレーゾーンのスキルをね使っていきましょうスーパーグレーゾーンのスキルをね使っていきましょう。先行はプレミですが、一応魂でクーゼしまして、魂でアスカロン棒立ちエンドします。魂のアスカロン棒立ちエンド、ドラグニティクーゼをドラグニティセナートにチューニング、真相を束ねし疾風の勇気を今
ここに飛来せよ、シンクロ召喚、吹き放て、ドラゴニティナイトバルーチャカンペ読みすぎ、バルーチャの効果、バルーチャの効果発動、ドラゴニティ空勢を装備し、空勢の効果装備を解除し、自身を特殊召喚、そしてドラゴニティ空勢をドラゴニティナイトバルーチャにチューニング、聖なる翼翻し、我らに勝利をもたらしたまえ、のたたきシンクロ召喚、舞い上がれドラグニティナイトアスカロン、カードを1枚セットし、ドヤ顔で腕組んでターンエンド腕組みターンエンド、さあどうした来いよ先行プレミなんだよな、先行鬼ほどプレミってね、あーなるほど、あーシストマンオッケー、シストマンオッケー、でもこれクリストロンはでも結構今強いんですよ、クリストロン今結構強いんですけど、あの環境的にあのいろいろいなかったから、でもねこれ意外とね除外がガチ強いっていう、除外ガチ強説ってのあって、ドラグニティナイトアスカロンの効果、墓地のドラグニティモンスターを除外し、てめえのモンスターを除外するぜ、さあ変身しろ、シトリーを特殊召喚、シトリーじゃねえや、シトリーの効果によってシストワンを特殊召喚し、相手ターンにアクセルシンクロー、アクセルシンクロアクセルシンクロン早くして、アクセルシンクロン早くあの実装して、でもう一丁アスカロンの効果、セラーと除外してどっか行け、オラーオラー、そしてドラグニティ・ドゥクスを攻撃表で召喚、ドゥクスの効果発動、墓地のドラグニティ・クーゼを装備、そしてドラグニティ・クーゼの効果装備を解除し特殊召喚、そして強い強い、ドラグニティ空前に、あー来たー、切断だどうだこれがボーダーチエンドアスカルの実力だ、何がクリストロンだ、でも意外と今クリストロン強い手がありますからね、クリストロンとサンドラとかね、召喚獣がいなくなってマジありがてえっていう対戦、ありがとうございました。さあお相手の方、ヘルカイザー陽さん、お、お兄様、お兄様じゃないですか。私今高校取ってるんでこれ最強ですよ。高校取ってるんでサイバー流じゃんけんは俺の方が使い手だったな。サイバー流かいいだろう。兄様、お前今から兄より優れた弟など存在しねえって言いながらな、殺されるんだぞ。ちょっと今のところまだ微妙ですけどね、ハンドは。今のところちょっとあの真相欲しいなっていうのと、あとあのハリケーン欲しいなっていう、そういう気持ち、そういう気持ち。さあカード1枚取ろう。調和の法則きた、調和の法則の効果、デッキトップが魔法トラップである確率が非常に高いんですよこのデッキ。いけ2ドロー、きたー局所的ハリケーン、うおーでもまだ勝ちじゃないのか、まだ勝ってないんですか、これもしかして、これ削り切れてない説あるな、くっそ削り切れてないのかこれ、ちきしょ真相来てねえから削り切れんじゃねえか、ちきしょ、まあまあまあ、一応あるか、でも出すか、アスカも出そう、召喚するとね、一応シンクロ召喚もシンクロモンスター出るからね、破壊されるとね、でセナート召喚、セナートの効果と、ということよりドラグニティカードを1枚墓地に送り、デッキよりドラグニティ空勢を装備、そして空勢の効果発動、装備を解除し自身を特殊召喚、そして場にはレベル4のモンスターが2体来るぞ、ユーマ違うわ、ドラグニティ、空勢をドラグニティセナートにチューニング、真相を束ねしどうのこうの、シンクロ召喚、ドラグニティナイトバルーチャー、バルーチャーの効果発動、墓地の中乱モンスターを2体選択し装備していく、はっ、そしてドラグニティクーゼの効果発動、ドラグニティクーゼを特殊召喚、これねファランクスだったらキル取れるんですけどね、ファランクス やとファランクスを装備解除して攻撃表示っていう選択肢が取れるんでいけるんですけど、聖なる翼翻し、我らに勝利をもたらしたまえ、のただけ新規の召喚、舞い上がれドラグニティナイトアスカロン、そしてアスカロンの効果発動、アスカロンの効果によって墓地の、ドラグニティモンスターを除外し、
フィールド上のモンスター1体を選択し除外していく。そしてカードを1枚セットするか否か説はあるな。ブラックセットしとく。セットしなくてもよかったか。セットしなくてもよかったもんだ。あるなこれあやばい、これコズミックの的になる。このセットしたらプレミでは、これミスってんのでは、これやばいのでは。おお、よかった、大丈夫だ。ドロー、ドラグネティの真相、プレイング頑張ってるけど、ドラグネティの真相を装備、打点を4000にしていく。で、セットするか、これセットだ。で、バトルフェーズ入っていく。兄より優れた弟が存在していく、存在していく、しっかりと分からしていく。対戦ありがとうございました。さあ、お相手のことはジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ちょ、先行取ってる時点で結構なプレミアムですけども、まあとりあえずもうドヤ顔で出していくしかない。でこれクーゼ引いちゃった場合、はですね、セナートをの効果でクーゼ捨てまして、ファランクスを投じます。でファランクス投じまして、でファランクスの効果、ファランクスを解除しまして、とかこれ解説してる意味あんのかな、僕のモンスターカードが修正されるからあんまり意味ない気もするんだけど。でこうしまして、でこうしまして、これね、これあれあったんだよね、使ってて思うんだけど、なんか賢者構築なだけであって、なんか発想が先行してるパターンだよね。大して強くないっていうよくあるあるパターンですね。これ、まあ、発想した時点では最強だと思ったんだけど、なんか使ってみたらこういうことになるっていう。さあ、棒立ちエンドドラグニティナイトアスカロンに勝てるかな。おっと、セラート終わった。あ、でもワンキル取れるか分かんないか、ワンキル取れるか分かんないから、まだ分かんないわ。クーゼ、はい、やばい。また除外に耐性はないですからね。あとはドラグニティの真相を相手が持ってないっていうことにかけるだけっていう。で、クーゼ、あ、もう終わった、終わってたわ、人生終了の知らせだじゃんけんすげえ、じゃんけんすげえって、ガジュアラグ、あのすぐぶん回すね、これぶん回しパターンじゃん、これ、これやばすぎる、これめっちゃぶん回るやー。でゼプロス持ってきて、ゼプロスしてるパターン強い、めちゃめちゃ強い、めっちゃ強い。それが毎回毎回できたら苦労しねえんだよな、こっちも。事故るからこっち僕もんにしてんのによ。そんな毎回毎回上振れムーブされたらな、こっちだって困るんだよ。ちょ、やめろってもう、強すぎだろ。で、クーゼ、で、クーゼ解除して、宇宙すぎ、マジで宇宙すぎる。で、8か6か、クーゼと、ああ8か、バルーチャか、バルーチャ出てきた。バルーチャでなんかめっちゃ中ナいる、めっちゃ中ナいるから、また解除しまして、はいはい、でクーゼファランクスで、ね、クーゼ解除、なるほど、これ2体出るな、これいや宇宙すぎるんだって、ふざけんなよ、マジじゃんけんなんだけど、マジじゃんけんだよ。まあミステルとか入れていくとこうなりますね。でもね、デッキ構築的にはミステルとかを入れてるとこうなるっていう、まあ、典型例。マジ上振れだな、やばすぎるだろこれ。アスカロン、アスカロンとかふざけんなよ、どうなってんだよ、どうなって。エクストラあと2枚じゃねえか、どんだけ使うんだエクストラ枠、ふざけんなし、ふざけんなし、宇宙すぎるし、最後のデッキ紹介だと思ってくれ。